子供がサッカーを始めたんですよ。まあこれ、子供がずっと使っていたサッカーボールなんですけど、なんとうちの木にトゲのある植物があって、それにブスって突き刺さってペコペコになっています。それで、まあ、新しいボールを買ってあげるってことで買ったんですけど、まあ、まだ届いてません。それはネットで買ったんですよ。でも、今からそのサッカーを始めるにあたって必要なシューズ、靴下、ソックス、そして膝ガード、スネガード、この3つを買いに行く必要があって、今から子供の学校帰りを、子供を拾って、街に買い物に行くっていうところなんですけど、このボールは、まあ、メーカーとか、まあ、自分の好きな色とかサイズとか分かれば、ネットで、まあ、どこで買っても同じ、まあ、むしろ家から出なくてもいいので、まあ、うちは田舎なので、その外に出ていくっていうコストとか、外に出かけている間に交通事故があって死んだりするとかっていう、まあ、変な妙なこうリスクなんかを考えると、まあ、少々高くつこうが家に届く方がいいなと思うんですけど、けどもこの靴はやっぱりネットで買うと足のサイズ合わなかったりとか、まあ、一人一人足のサイズが違ったり、微妙に色が違ったりとか、ちょっと我慢できないところとかもあったりするので、まあ、ネットよりもやっぱり実際に足に合わせて履いてみた方がいいって、まあ、コーチが言うんですよ。それでその特に子供って足がどん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 大きくなるのが早いなので、まあ子供の足の様子を見ながら、まあ、変えてやってくれということで、まあ、買い物に行きます。それでちょっと子供がサッカーをするにあたって一つ心配があって、何かっていうと、うちの子すごい気変わりが早いんですよ。なんでサッカーもすぐにやりたくないなとかって言い出すんじゃないかなっていうことを若干心配しています。でもそれでもサッカーをやるにあたって、まあ、こういうのも必要だし買うべきだっていう、まあ、そんな話をしていきたいと思ってるんですけど、まあ、なんでかっていうと、まあ、コストが多少かかったとしても、まあ、やってみないとわからない。やってみないと合う合わない。センスがあるなしわからない。好きか嫌いかわからない。まあ、チームのみんなとうまくやれるかどうかもわからないっていうことで、やってみないとわからない。なので、まあ、別にサッカーに限らず、うちの子にはとにかくいろいろチャレンジさせたいと思っていて、それに必要な環境っていうのはいつも整えてあげたいって思ってるんですよ。子供っていうのは環境さえ整えてあげれば、もうあとはもう没頭して集中して自分の好きなことに取り組むっていう性質があるので、まあ子供に限らず大人もそうなんですけど、なので環境を与えてあげるっていうことは非常に大切です。なので、まあコストかかっても、まあ環境を整えてあげましょうっていうのが、まあ一つなんですが、ポイントは、ダメだったら、あ、これ合ってないなとか、なんか自分に向いてないなとか、やってもこれはちょっと、プラスマイナス考えてマイナスが大きいかなと思った時には、えいやと思ってやめる、撤退する勇気っていうのがすごく大切になってきます。これは専門用語でサンクコストとかとも言ったりするんですけども、ちょっと自分の話を思い出すと、自分が中学生の時にバスケ部だったんですよ。でバスケ部だったんですけど、センスがなさすぎて、まあ、一度もこう、まあベンチ入りはできても、そのレギュラーとして使ってもらえるっていうことが一度もなかったんですよ。最後の引退試合に至っては後輩にどんどん負けてベンチから外されるっていう、すごい惨めな3年間を送った記憶があるんですけど、なんていうのかな、結構練習も真面目で1日も休んだこと、ま、なかった、ま、2日だけちょっと親の事情で親の実家に帰省した時に、ま、それだけ休んだことが2日休んだだけで、それ以外の練習一度も休んだことなくって、かつその走り込みとかも一番やっていた、まあ、5キロなんかのコースをランニングする時も一番に先頭で帰ってきていたのにもかかわらず試合で使ってもらえなかった、まあ、センスがなかったんです。シュートが入らないんですよ。ダメですよね、まあ、得点源にならないんで使ってもらえなかったっていうことなんですけど、自分でも分かってたんですよ。自分センスがないし、そもそもバスケットボールがそんなに好きじゃなかった。じゃあなんでやってたか、練習もすごい厳しかった。なんでやってたのかっていうと、まあ、好きな先輩がいるとか、なんか顧問の先生かわいいとか、まあ、そういう理由で入っていたんで、まあ、不純な動機で入ってたんで、このバスケットボールっていうもののセンスを磨こうっていうモチベーションはなかったんですよね。で、だらだら、まあ、練習にこうモチベーションのないまま行ってたので、上達しなかったっていうのがまああります。で、それで本当はやめたらよかったんですよ。どん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 こう、
何十人いたのかな、すっごい最初1年生の時入部で入りますよね、もう20人ぐらい辞めていったんですよ。練習厳しいとか先輩嫌いとか、うん、合ってないとか、まあ、みんな辞めていって、なんでそんなみんな平気で辞めれるんだろう。自分は結構ビビり、今もそうなんですけどビビりなんで、もう先輩が怖い、まあ、いじめられるんじゃないか、それが怖いと思って、まあ、そういう消極的な理由から残る方を選んでしまったんですよ。自分に合ってないと分かりつつ、まあ、それは今思えば本当にチキンだなと思うんですけど、やめとくべきだったなと本当に思います。本当はセンスがないのに、本当は別のことにその時間とかその情熱とかエネルギーとかお金とかを使っていれば、もっと別の才能が開花したかもしれないって本当はどこかで思ってるんですよ。なのでそういう、うん、本来するべきことに使わなかったんじゃないかっていうことに関してはちょっと残念。ギターが好きだったんですよ。でもギターはしなかった、ギターはせずにギター部がなかったっていうのもあって、まあ、それで仕方なくなんかバスケットっていうのを選んで、もしあの時ギターを続けていればみたいな、まああったりしますけど、まあ、手がちっちゃいっていうのもあってギターも断念したっていう、まあ要はチキンなんですよ。まあチキン、まあその思うのはその逆で、本当はセンスがあるのにやらないで、あお金がかかるとか、なんか先輩が怖いとか時間がないとか、まあ、いろいろ理由をつけてやらないで、自分の使命とか才能とかに気づかないで、その才能とかスキルを磨かないで送ってしまう人生っていうのは非常に地球の損失だと思うんで、あなたの人生の損失じゃなくてこの地球全体の損失だと思うんで、そういうことは絶対に避けていただきたいと、まあ、思います。で逆に本当は別のことに才能を使った方がいいのに、なんかテレビゲームをしたりとか、うん、映画をずっと見ていたりとか、なんかブラブラっと、何部っていうのね、帰宅部をしてみたりとか、そういうことで時間を潰したりとかっていうのはもったいないなって思いますね。で自分のように変なプライド、いや先輩怖いからやめれないみたいな変なこだわり、妙なこう恐怖心、不安、妄想みたいなんで、本来やめるべきなのにやめずに続けてしまうっていうのも良くないと、それは時間もコストも無駄になる、まあ、自分も罰則とか罰臭とか、罰臭というのはバスケット用のシューズですけど、あの罰則っていうのはバスケットボール用のソックスのことですけど、そういうふうなのを買ってしまって、結構高い買い物なんで、うん、親に迷惑をかけたから続けなきゃいけないみたいな、そんな思いもあったりしたんですよ。でも思い出してください、まあ、株でいうところの、投資でいうところの損切り、これ以上持っていても自分にとってデメリットが大きいと判断したら、えいやって、その時にはもう損切りを承知で切る。で、またもう一回自分にとってこれはメリットがあるんじゃないかとか、もう一回やるべきじゃないかと思ったら、もう一回再スタートすればいい。まあ、それだけのことです。こういうのを、まあ、サンクコストって言いますけど、例えばレストランなんかで、まあ、オムレツを注文して、うわ、これまずと思って、いやいや食べるよりも、まあ、800円のオムレツだったら、まあ、それだったら、もう別の、まあ、スパゲッティなり別のものを買い直す。そこでそっちの方が、まあ、例えば、まあ、1000円とかもっと高くなったとしても、800円の損だったとしても、それでも自分の満足度とか、まあ、あるいは自分の健康とかを考えた時に、サンクコスト、沈んでいってしまった、まあ、コストっていうんですけど、水の中ブクブクブクって沈んでしまって自分のために活用できなかったコストが発生したとしても、それは自分にとってマイナスにはなってないんで、思い切りカット、サンクコストはカットして、自分の好きなことにお金、そして時間、エネルギー、情熱を投資してほしいなと思います。え、やって見切る勇気を持ってください。息子はどうなるか、またいつかレポートしたいと思います。